デイの命令命令ドッグデイデイというわけでね、皆さんこんにちは、アキシとドッグデイですということでですね、最近ですねちょっとドッグデイのねぬいぐるみをですね買ったのを忘れておりました。いやーポピープレイタイムのねロゴがついてて可愛いよね。いやーなんでドッグデイをねアキシ持ってるかっていうとですね、怖えな、なんか食べられそうで、うん、新しいねトレーラーが出たらしいんですよ、うん、チャプター4のね。でねこれまあついでにねちょっとね買ったものをね紹介していくと、ドッグデイだけじゃなくてですね、うん、はい、せーの、バーンということでね、はい、袋詰めになったキャットナップです。この状態で、はーってさ、赤い息入ったらさ、自分が全部吸うよね。で、自分が寝るよね、だって。楽しそうだな、アキシ。楽しいですね。いやー、かわいいよね。はい、ちょっと開封していきましょう、一緒に。いやー、かわいい。再現度高くねえか？いいね、この月とか。あ、これチャック開けたらなんか出てくる。あ、開くだけだ。中に何も入れらんないね。あ、なんか入れられたら面白かったんだけどな。かわいい。ドッグデイとキャットナップに挟まれるアキシ。スマイリンググリッターズ。イエーイ。何やってんの。何やってんの。テンションおかしくなっちゃってんじゃん。いやー、10月ですよ皆さん。ちょっと寒くなってきたよね。寒くなってきたらさ、やっぱ防寒具が必要ということでですね、アキシちょっと新しいマフラーを買いました。いいでしょ。いいでしょ。ああ、マグマピラーだった。食われる。だるまさんが転んだ。いや、すごい長いんだよこれ。うん、PJ パグアピラーのぬいぐるみすげえ高かったけど、今日はですねこの PJ パグアピラーを首に巻いて、うん、ちょっとね皆さんと新トレーラーを見ていきたいと思います。ちょうどね一周するぐらいですね。うん、ちょうど一周ぐらいです。でもこうやって手で押さえてないとこうやってバイーンってなっちゃうね。いやー、なんか良くない？ペットみたいで。うん。伏黒杜氏か。呪術廻戦最近終わったけれども、伏黒杜氏っていうのはフィジカルなギフテッドをね、いただいているね、うん、伏黒めぐみのね、お父さんなんですけど、こっからね、特急呪具を出すんだよね。お前、被ってんな、キャラが。はい、というわけでですね、今日はね、モブエンターテイメントさんのね、チャンネルに遊びに来させていただいております。はい、ポピープレイタイムね、公式のですね、はい、チャンネルですね。ほら、これ見てください。チャプター4なのかな？でも、チャプターって書いてないんですよね。4っていうのがね、これ多分チャプター4の4で間違いないと思うんですけれども、このドッグデイがね、出てくるらしいんで、ちょっと見ていきましょうということで、ちょうど1分ですね。早速見ていこう。いや、新キャラがさ、映ってたけれどもさ、なんか羊みたいな。ほら、ドッグデイ、お前出てきたよ、ほら。お前どこを歩いてんだ、これ。さあ、わ、なんか、おもちゃたちの死骸、これ。うわ、血がある。なんか嫌な予感するよね、これね。新しいスマイリングリッターズなのかな、あのサムネの羊。お、食べてる、食べてる、食べてる。ぬいぐるみ食ってるぞ、こいつ。ドッグデイ、お前雑食だな。え？あれ？ドッグデイ、お前食べられたぞ。あのサムネの羊だよね。これで終わり？まあ、1分だからな。フォー、あいつがメインモンスター？ジャニア、1月？え？え、ちょっと待って、1月でしょ？あと3ヶ月？え？早くね？ちょっとちょっとちょっと、え？でも1月、でも20251月って書いてなかったからな。2026年1月とかもありえるよ。で、発売、リリースが、1月っていうわけじゃなさそう。わかんないけれども。うん。次のトレーラーが1月かもしれないしね。いや、結構開発に時間かかるイメージあるからな、ポピープレイタイムは。はい、チャプター1、ハギーワギーでしょ？チャプター2、マミーロングレックス。そしてチャプター3、キャットナップと来て、チャプター4は、さっきのね、羊？あの小さいやつが？あいつがメインヴィラン？それにしたらちょっと小さいし、いや、ま、変身すんのかな？いや、でもさ、スマイリングクリッターズってさ、こうやってさ、ちっちゃいさ、ぬいぐるみみたいなね、よちよち歩きの。いや、こいつとさ、はい、ここに出てるけど、人型のね、うん、大きいドッグデイ。これは別個体だもんね。だからさ、
こいつもスマイリンググリッターズみたいにちっちゃいやつで、それとは別個体でめちゃめちゃでっかいやつがいるのかもしれないね。いや、めっちゃ怖いわこいつ。ずっと隠れてたんで、ほらここにいるからね。うん。で、気づかずにドッグデイがぬいぐるみを食べてる気ごそって動いたんだよ、ちょっと。で、はいー、いやー、これね、完全にね、ゴンのやり方ですね。どういうことみたいな、漁夫乗りですよね。うん。ターゲットが餌食べてる時にそいつを餌にするみたいなね。うん。いやー、狩りですよ、これ、本当に。で、気になってるのはさ、ここに転がってる実験体の、数々なんですけれども、これみんなあの羊にやられたのかな？ワンチャンあるよね。いや、でもこの数を、この羊一匹が、いや、嘘でしょ？いや、それは違うんじゃないかな。でも最後さ、こっち見ながらさ、なんか笑ってるようにも見えるよね。ここは俺の縄張りだみたいなさ。だとしたら超強敵じゃん。百戦錬磨すぎるだろ。さあ、ポピープレイタイム見てたらね、なんかね、やっぱ当てれこしたくなってきちゃうんですよね。というわけで、はい、この1分尺にですね、ちょっとアキシが声を当てて、このね、ドッグデイがね、何を考えながらご飯にありついて、そして食べられたのかっていうのをちょっと当てれこしていきたいと思います。それでは早速どうぞ。お腹すいたな。ここら辺にあるものは全部食べちゃったからな。いや、待てよ。この奥に行ったら何かあるかもしれない。よし、見つけてやるぞ。おいらは生きるんだ。みんなの分まで。あ、やった！ご飯だ！誰も見てないな。いただきます。バカめ。誰かいるのか？まあいいや。いただきます。ポピープレイタイム、チャプター4。1月、あなたは再び悪夢に包まれる。はい、アテレコいかがだったでしょうか。ということでですね、いやー、スチームにですよ、早くもですね、ページができておりますということでですね、ウィッシュリストに追加しておきましょう。いやー、リリース予定日発表予定って書いてあるんですけれども、1月とは書いてないんですよ。うん、2025って書いてないのがやっぱちょっとアキシ的には気になりますね。うん、このコンテンツについてなんか書いてあるけど、これなんて書いてあるのかな。ちょっとチャット GPT 先生に聞いてみようかな。うん、ポピープレイタイムの壮大な物語の中で最も暗いショーに備えよ。最も暗いだって。あなたは世界が知ることのなかったプレイタイム社の工場の深部、未知の領域へと推し進められます。恐ろしい新たな脅威に直面し、驚愕の事実を発見することになります。影に潜む異様な新たなクリーチャーを出し抜くことができるでしょうか。絶対出し抜けねえな。さあ、せっかくなんでポピープレイタイムチャプター4に出てくるモンスターを予想して、そのモンスターを画像にしてくださいとチャット GPT 先生に頼みました。3体作ってそれぞれ画像を生成してということで、3枚の画像が作られるはずです。1体目、怖っ怖すぎるって。おもちゃじゃないんだけど、何このオウムみたいな、オウムと骸骨が合体したような、こんなやつ絶対出てこないだろう。はい、2体目、怖すぎる、怖すぎるって、ちょっとグロすぎるよ。3体って言ったのに2体までしか作ってくれなかった。いやいや、ちょっと怖すぎるって。はい、再びね、スチームのですね、はい、ちょっとページに戻ってきたんですけれども、画像がですね、このように見れるんですよね。トレーラーではね、見れなかったものですよね。何なんだろうこのマークは。うん、四角の中に四角が入ってるということでですね、でなんかね、ちょっと檻っぽい感じの扉があって、なんかエントランスっぽいよなここ。うん、さあ、そして次は、うわ、なんかこれあれじゃねえ、ゴミ集めるとこじゃねえこれ。でなんか巨大なやつと戦いそうだよな。いや、さっきのやつと戦うんじゃねえか。さあ次、うわー、一番ダークだねここね。うわー、ここもさ、なんか燃えてるけど、いや結構前になんかボロボロになった感じするよね。さあ、そして次、あー、これはこれなんかあれじゃない、閉じ込めとく牢屋みたいな感じじゃない、中が見えないけれども。これさ、プロジェクトプレイタイムに出てくるあのモンスターたちが入ってるボックスみたいのがあるんだけど、それをなんか思い出したな今な。さあ、そして次、わあ、これあれだ、あれチャプター3で出てきた紫色のハンド、こうやってボーンってやるとあのジャンプできるやつね。うん、これは前作に引き続き紫のグラブを使ってジャンプギミックがあるということですね。
あーそして、はい、今回の、はい、サムネにもあった羊型の新しい、これスマイリングリッターズなのかな。はい、というわけでですね、皆さんいかがだったでしょうか。またですね、モブエンターテインメントさんのね、公式のチャンネルで新しいトレーラーが出たらですね、またリアクションしていきたいと思います。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャプター4楽しみですね。それではまたね。